おはよう。おはよう。あれ、まだ寝てるのかな。おはよう、サル。あ、来た来た。休みの日だから一緒に遊ぼうと思って誘いに来たよ。どこに行くのかって。あ、決めてなかった。この渡辺よ、あなたと行くならたとえ地の果て海の果てどこまでもって。冗談冗談。そうだな、せっかくあなたと一緒なんだから適当なところじゃなくて私が好きなところを紹介したいな。そうだ、ハイキングはどう？近くにある山なんだけどね、そこからの景色が大好きなんだ。駿河湾と淡島と富士山が絵画みたいにすっごくいい感じに並んでるの。歩くの大変だったら背中を押してあげるよ。それじゃあ全速前進、レッツゴー。